はい、久保さん、こんばんは。気になる男第96話ですね。96話。いよいよ100話へのカウントダウン近づいてきたような気がするんですけれども、前回の95話ですね。95話。人生に必要な4つの要素とはということで、かなり深いお話。まあ、久保さんにとってはいつもしてる話かもしれないですけどね。すごくいろいろな学びがあったかなと思いまして、ちょっとまたそこを見ていこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、ということでですね、前回の問いですね、前回の問い、うまく答えれてなかったというか、すいません、うまく スルーしてたのかな、ちょっとあれなんですけど。で、これに対して答え、こういう答えを持ち合わせて持ってたんですよ。やっぱり人生の目的を探すために生きてる時だ。だからその人生の、なんだろう、人生の、何のために生きてるかちょっとわからないんで、それを探すために生きてます的な、まあ、答えにどうしてもなっちゃったんですけど、まあ、もうそれすでに今回で言われてた的なね、それは 誰かが出してた答えに沿っているだけじゃないんですかって言われて、まあなるほどなと。まあそうだよなみたいな。自分で考えてないよなみたいなとこがあって。みたいな。その通りでございますみたいになっちゃってて。まあ、今回この話を深掘りするわけではなくて、今度は新しい話を今回してくれたのかなと思ってて。人生の目的、なぜ生きるのかと、なぜ生きるのか、それを支える4要素ですね。なぜ生きるのかもあるにせよ、それを支える4要素、4つの要素があるんだっていうことをお話ししていったので、ちょっとこちら、自分の理解とともに、ちょっとゆっくり見ていかせていきたいなとは思ってるんですけど、この4つですよね。速可力と読めばいいのかな。速可力、体力、知力、精神力、この4つなんだということで、一つ一つちょっともう一回整理させていただこうかなと思うんですけど、この速可力ですね、これも再三よく言われてると思うんですけど、雇われる力、命令に従う力ではないんだよと。この稼ぐ力っていうのは、いわゆる自分の時間を切り売りして、給料に変換する、給料をもらう力、全てがお膳立てされている中で、そこに、自分を投入して、その中で動いていくっていう、いうことじゃないんだよと。自分で、決めた売上金額だったり、自分で決めた、納期だったり、そういうところっていうところをしっかり考えて、行動しなさいよっていう、まずところがあるのかなと。こういうところですね。自分が決めたことに対してしっかりやっていく。その遂行能力というところ。そして、予定に沿って行動して稼いでいく力ですね。稼ぐっていうところにフォーカスしていく力。給料をもらいに行くっていうよりも稼いでいく。主体的ですよね。もらいに行くというよりも。しっかりと売り上げを作っていくと。しっかりと売り上げ作っていきましょうと。そして、その行動、その売り上げを作っていく過程で、それっていうのは社会に、ちゃんと貢献してますかと。自分のやってることっていうのは、世間様にね、ある程度意味があることをしてるのか、みたいなね。そして日々稼ぐ力を高めるために学んでいるのかというところ、このすごい変革の時代でね、取り残されないためにも勉強していかなきゃいけないと。そして、自分を律して行動できているかと。ちょっとこれを言われるとね、本当に律し切れてるかっていうのは、難しいんですけど、それをそのできないところを少しずつ克服していく。全部がパーフェクト人間なら
まあ、伸びしろがないんですけど、まだできてないところって自分はいっぱいあるので、まあ、そこに対して少しずつアプローチしていく、まあ、もちろん完全にそのなんだなんかもう機械みたいになっちゃったらあれなんですけど、そこをちょっとメリハリのところの部分を、緩い部分を少しこうちょっとだけ改善するとか、まあ、完全にそのガチガチにならないみたいな、ちょっと難しいんですけどね、ここも。ただそうやって少しずつその律し切れるようにコントロールしていく、コントロールできる部分を増やしていくっていうことを自分は大切にしていきたいなとは思っているし、限られた時間ですよね、限られた時間を大切にしているかと。これもね、全部が全部しっかりできているかっていうわけではないですけど、ただ意識していけば必ず変わっていくと思いますんで、ここも少し自分が意識していることをさらに、まあ、人様にね、まあ、しっかりと教えて差し上げて入れるかっていう、ちゃんとね、まあ、ちょっとあれ、表現あれなんですけど、めんどくさがらずにね、ちゃんとしっかり教えてあげて、あげれてるかと、まあ、人としっかり向き合えているかみたいな、まあ、そういうところが大事なのかなというところで、やっぱり日々、自問自答して、まあ、気持ちを整えていくというか、やっぱりこの仕事をやってると、自分の感情がもろに出てしまうので、なるべくその感情がぶれないように日常生活っていうのをこうなんだろう、浮き沈みがないように一つこう安定した心で生きていく、もう24時間ですね、24時間そこはっていうところがすごく大事だなとは思ったりもしますね。まあ、これが、まあ、速化力になるのかなと、まあ、自分なりにちょっとアレンジしたところなんですけどね。はい、そして体力ですね。体力。まあ、体力がね、なければ、まあ、テクノロジーを駆使するということで、本当にね、自分、ここだったんですよ。昔、やっぱり自分、その体が強いというか、まあ、体をなんかこう、痛めつけるっていうのが結構好きで、プロテインとかも飲んでたことあるんですよ、一時期。本当にね、体をこう痛みつけて、まあ、痛みつけることが好きだったんでしょうね、単純に。だから休で、その休養をしないっていうね、休養せずに痛みつけることばっかりやってるんで、まあ、自分のコンディションが維持できなかったりするんですけどね。まあ、そうじゃなくて、今ようやく本当に、こう、ああ、これ、年齢を重ねることによって、まあ、休養が大事なんだなとか、食事大事なんだなとか、あ、自分のコンディションってちゃんと維持しなきゃいけないなっていうのにだいぶ気づいてきたんですけど、まあ、いいパフォーマンスを出せる状況を作っていくだったり、まあ、朝方が合ってるかとか夜方が合ってるか、まあ、これは本当に人それぞれだと思うんですよね。朝がすごく頑張れる人、夜までずっと起きてて頑張れる人っていうのが、まあ、それもいろいろあるかなと思って、その自分の性格を考慮しながらリズムを作っていく、まあ、これが非常に大事なのかなとは思っているんですよね。まあ、体力のところもなんですけど、で、やっぱり自分が今すごく感覚的に良かったのは、体力が落ちてきたからなんですね。まあ、要はその昔は、ね、もうパソコンの前に座って、こういろいろ作業するなんてもうできなかったんですよね。その体が動いちゃうんで、もう家におれないと、もったいないと、ね、家にパソコンの前、まあ、会社でもそうだったんですけど、パソコンのもう前にね座って仕事するなんてもうどうにもできないと、気持ちが流行って、だからなんかすぐパソコン放り出して、まあ、出かけるっていうかね動いちゃうみたいな。だから土日とかももう家にはおれんと、家の前でパソコンね、あ、天気がいい日にパソコンの前で仕事す、なんかカタカタ叩くなんてとんでもないと言ってね、外に出かけてた、よく出かけてたんで、本当今はもうそういうのがなくなっちゃったんで、体がだいぶ動かなくなってきたところがあったんで、だからよりその目の前の作業に集中できるっていう幸せですね、自分は。なんか変にこう、よし今から電車乗って、なんだろう、ね、お台場行くぞとか、
なんか急に中華街行きたくなったっつって、急に本当に思い立ってすぐに2時間後とか1時間後には全然違う場所にいたりしたんで、本当に自分が何をどういう行動をするのか予測不可能で、急になんか思い立ってね、もういなくなるとか、急に夜とかなんか深夜になんかいても立ってもいられなくて、なんか夜なんか徘徊しだすとか、本当にで超なんか自分勝手というか自己自由だったんですけど、本当今は体が動かなくなったことによって、普通にだから本当にパソコンに向かって作業ができるようになったっていうのは幸せですね。はい。もう本当どうでもいいし、こんなの全然誰の参考にもならないんですけど。まあそういうことがあったりもしましたね。はい、ということで次が知力ですね。知力。で、これもすごく今回、なんか勉強になるところがあって、まあ本を読む習慣がありますかっていうことで、最近ちょっと自分全然もう電車乗らなくなっちゃって、読む時間がなくなったんですけど、昔は本当に本当に本読んでて、で今回その書籍とインターネットの無料情報との比較をお話しされてて、久保さんが確かに書籍っていうのは編集者が見て何度も何度もチェックして、それでさらにそのテーマに関してはもうこれは売れるぞって思って市場で売れる見込みがあって本は売ってるもんなんで、まあ、価値が非常に高いと、内容がすごく詰まってると。で一方そのブログ、メルマガ、まあ無料の情報ですよね、いわゆるインターネットに転がっている検索して出てくる情報っていうのは、まあ誰でも発行できるし誰でも書けると、まあ、要は愚者の読み物と、まあ、ちょっとね表現があれかもしれないですけどね、まあそういう、まあこの書籍と比較してですよね、書籍と比較して。はい、ということでね、本当にこのインターネットの無料の情報っていうのは絶対書籍に勝てないなって、これ改めてこう言われたことによって、あ、確かになぁと、確かにそうだなぁって思って、本の方がダイレクトで入ってくるっていうのも自分はあったんで、確かになぁっていうのは今回すごく、まあ言語化してもらったことで分かったところもあって、であと知識は関わってくる人によって変わってくる、これもすごいなんとなく分かって、その周りの人に影響される、まあ自分はすごく影響されやすいタイプなんで、まあだからこそもうこれがすごく当てはまって、でこのミラーニューロンですね、ミラーニューロンの細胞の力を最大限に生かすというところ、要はそのミラーニューロンっていうキーワードがあって、ミラーニューロンって何なんだろうって、まあ自分は知らなかったんでちょっと調べてみたんですよね。そしたらミラーニューロンっていうのはこのモノマネ細胞と言われると、まあ、知ってる人は知ってるのかもしれないですけど、自分は知らなかったんでちょっとあれなんですけど、その他人の行動を見て、見ることによって自分がまるで行動したかのように反動するというようなこう細胞を持ってる、まあだからこそなんでしょうね。だからこそその、まあ、他人を模倣することで動作を学習すると、人がやってることを見るだけで学習しちゃうみたいな、あ、まあ確かにそういうところはあるよなと思っていて、まあ誰と一緒に時間を過ごすのか、誰と一緒に時間を過ごすのかによって、まあ、その人の影響って強く受けるよなっていうのが、まあ、自分は特にそういうタイプだったんで、まあ、自分があまりにないの で、その人にかなり、まあまあ、そのなびいてしまうっていうところ、まあ、でもこの細胞によってこの脳がその人の思考やコピーや言動をコピーすると、まあ、だからその言ってることが同じことになっていくっていうところも久保さん言ってたんですけど、なるほどなと。でよくそのことわざで、まあ、種に交われれば赤くなるっていうところもあったと思うんですけど、いいことも悪いことも、まあ、真似するようにも人はできてるんだと、この細胞によって。だからこそその確実に世の中進化してるこの現代社会、その中で自分はこのままでいいんだろうかと、自分のやることに
疑いを持ちながらですね、疑いを持ちながら、そして自分の脳をアップデートし続ける、簡単じゃないと思うんですけどね、そもそもこの自分のやることに疑いを持てるかっていうところで、ここで久保さんも言ってたんですけど、自己否定と自己否認ですかね、要は自分自身をこう否定する、していく、人格を人格否定ではなくて、自分のやってる行動に対してだけ否定していくと、本当に大丈夫みたいな、いうところをチェックポイントを設けて、それで、まだまだだなと思えば、どん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 変えていく。まあ、知力を高め続ける時間を積極的に作っていくというところですね。あんまりそこ考えてなかったんですけど、その作業ばっかりしてて。でもやっぱりこういう時間って、本当に必要だなと。時間を無理して作っていかなきゃいけないっていうところもあるのかなっていうところが、この今回の知力の、まあ、お話だったかなと思うんですけど、このミラーニューロンの話が、調べましたね。ああ、こういうのがあるから、だからその環境を大事にしろ、要はそのお金を稼ぐんであれば、お金を稼ぐ環境に身を投じろとか、よく、まあ、塾に入りましょうとか、ね、そういう稼いでる人をと一緒になるべく触れ合いながらやりましょうっていうところにつながるんじゃないかなと、すごく分かりましたね。はい。そして最後、精神力のお話になるかと思うんですけど、まあ、久保さん言ってましたよね。結果みんな死ぬと、あ、まあなるほど、まあ、死にますなと、死にますなと。で、その中でこの生きる、どうせ死ぬんだから、まあ、無になると。で、その中で生きる裏付けとして、どんな要素を持ってくるかっていうのが大事なんじゃないのということで、この4つ、まあ、提示、していただいたんじゃないかなと思うんですけど、この最後の精神力ですね。精神力、まあ、精神力ってその自分がいろいろもがいた悩み、もがき、まあ、苦しみ、まあ、それが精神力というか財産につながるんじゃないかなと思って、うまくいかなかったとか、自分が未熟だった、要はその未熟だったっていうのは後から気づくことなんじゃないかなと思うんですけど、その未熟だった自分がいたから、まあ、今の自分がいると、まあ、ずっと未熟だったらあれなんですけどね。ただ振り返れてる時っていうのは、おそらくもう未熟の状態から少し変化したかなとは思うんですけど、その未熟だった自分、その時の自分が諦めなかったから、まあ、今の自分がいると、まあ、奮起ね、して何クソみたいなね、このままじゃ終わらんぞみたいな気持ちでこうやったからこそ今があるし、まあ、その場面、その未熟だった自分っていうのを振り返れてるんじゃないかなとは思っていて、おそらく途中でダメになってたらもう思い出したくないんですよね。人生の汚点というかね、ダメだと、もうダメだったと言ってもそこでなんか終わる気がするんですけど、まあ、せめてこの年齢を重ねてきた分だけ何かを掴んでいきたいなと。まあ年齢不応相っていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、せめてその何かね、掴んでいくという姿勢で、やっぱり精神力っていうのは、まあ、どれだけ今まで失敗してきたかっていうだけなのかなっていうのは最近はちょっと気づいて、まあ、要は今まで失敗してうまくいったから、ああそれはこうだよって一言言えるんですけど、まあ、それがその分かんないと答えずっと探してたら、なかなかそういうふうには言えないなと思ったりもして、まあ、失敗をすることによって受け入れてきたその強さが精神力になるんじゃないかと。まあ、失敗は失敗とも思わないとな。まあ、失敗って定義すらそもそもないみたいな。全部テストだみたいな。まあ、そうは言ってもやっぱりうまくいかないとへこみますんでね。まあ、そこをあえて失敗っていう表現を使って、失敗の選択肢をどんどん消していくみたいな。まあ、そういうところでこう、まあ、自分のね、無限の可能性、まあ、あったと思うんですけど、と思って思い込んでたと思うんですけど、まあ、その、ちょっと、可能性を一旦、まあ、現実と照らせてて、まあ、できるかもしれないですけど、できるかもしれないですけど、今現時点で、ブレイクダウンして落としていって、今できることをしっかりやると。
で、それを、それが自分の唯一生き残っていける能力ですに気づくんじゃないかなと。自分はこれなら続けれるなみたいな。そしてそれを、まあ、ひたすら一点張りで伸ばしていくと、もちろんいろんなことに手を出しながらやっていって、あ、やっぱりこれは自分が向いてるなとか、あれが向いてるなっていうのは比較してみないと分かんないんですけど、最終的にそこが気づけたら、もうそこを伸ばしていくっていうところをやると強いのかなと。そしてこの伸ばしたところに己の武器になると思いますし、魅力がついてくるんじゃないかなと。だから全てのことがうまくいかなくても、ある一つのことだけ突出して何かあれば、それっていうのはあとはどう生かすか次第になるのかなと思って、本当にこういうところを今回のこの4つですね、速化力、体力、知力、精神力ということで、いろいろやっぱり考えるところがありましたね。もう自分もそうですね。まあもう一度その最後言うんですけど、速化力、要は自分でしっかりと計画を立てて、予定をに向かって実行していく、稼ぐ力ですよね。稼いでいく力と言った方がいいのかもしれないですね。そして体力ですね。まあ自分は体力がなくなったことによって、こうやって集中してパソコンの前に向かい会えることができたということで、これも何かの表紙なんでしょうね。きっとね、ずっと体力が有り余ってて元気なままだと、こんなパソコンの前にずっと座ってることはないような気がしたんですけどね。そして3番の知力ですね。知力、ミラーニューロンのお話、久保さんがお話していただいて、なるほどなと。ニューロンがあることによって周りの影響を受けることがあるんだと。だからいい影響を受ければいい影響がすごい受けれて、あ、これはもうありがたいなと、願ってもないことだなと。まあ久保さんがね、気になる男シリーズについて、まあやりますからと自分からやめないんでねって言っていただいてね、 ありがたいなっていうところがやっぱり非常にありますよね。もうここがね、すごく自分の今知力を底上げしている非常に大きな部分だったので、まあ、逆にここがなかったことによって、その同じことを繰り返しちゃう、もう当然大事なんですけど、同じことの繰り返しの中で、バージョンアップというか成長が見込めなかった部分というところがやっぱりあったのかなというところなんでね、まあ、本当にこの知力っていうのを底上げ、知力の底上げが大事かなと。そして4番精神力ですね。精神力は本当に自分の失敗をどんどん増やしていく、自分で商品を売れなかった時代、これもプロモーションとかしたことがなかった時代っていうのもあったんですけどね、それをもうとりあえずやっていくと、もう無我夢中でやっていくことによって、なんかこうきっかけをつかむっていう、まあ、今までやってなかったことをやっていくことだったり、今までの失敗の数々の失敗に対してのまあ経験ですかね、財産というか糧になるというか、まあ、そこっていうのがすごく精神力として最後に人を支えてくれるんじゃないかなと思いました。はい、ということで、そう、最後にちょうど今日今これ撮ってるのが10月、もう日付変わっちゃったんですけどね、11月1日の方に変わっちゃったんですけど、10月31日でこの30日間体験 YouTuber プログラム受付を終了をさせていただきました。まあ、久保さんとのズーム対談で最後お話しさせていただいた内容なんですけどね。で、これが最後、10月31日の本当に残り2時間前ですよね、終わる。夜10時ぐらいに最後、本当にやりますっていうお話をいただいて、あ、よかったなと。もう最後の最後までやっぱり悩まれた方いるんだなと思いましてね。本当に最後いい感じで、この受付が終了できたなと思いますのでね、本当に、興味を持っていただいた方、問い合わせしていただいた方、あとは別に問い合わせまでいかなかったけどちょっと興味があった方ね、また本当にありがたい、いいことだなと思いました。まあ、ここでね、感謝を述べさせて、感謝なんて言いますか、感謝っていうか、まあ、本当にありがたい、いい時間をいただけたなというところで、本当に
嬉しいことでございます。はい、ということで、最後ね、ずっとベラ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 喋っちゃったんですけど、あと、いや、でもなんか、ちょっとどうしても最後言いたいなと思って、これすごくなんかね、勉強になったんですよ、自分が。ちょっと生きる、なぜ生きるのかっていう答えに対して、問いに対しては、答えを持ち合わせてなかったんですけど、ただこれに関しては学んでいけば、本当に人生の4つの要素ですね。まあ戻りますけども、一回。ここですね。これに対して自分なりの、まあテーマは、その、これがベースにあったとして、その中で自分がどのように、この、速化力、体力、知力、精神力っていうところを、自分にフィットさせて、伸ばしていけるのかっていうところに、なんか、まだまだ人生の伸びしろというところ、伸びしろというか、生きる、これから生きていくために、何か、こう思うことっていうのがいろいろあるんじゃないかなと思ったりもしました。はい、ということで、久保さん、気になる男第96話、ここで終わります。ここで終わろうと思いますのでね、次回は97話。お願いいたします。はい。ありがとうございました。失礼いたします。